心砕く。それが使命さ、その正義呼び覚ませ、命をかけて。熱い風受け止めろ、永遠にが。世界にははぐれリーガーと呼ばれる正式のアイアンリーグから何らかの理由ではみ出してしまったリーガーたちがいる。彼らは行き場を失い、同じリーガー同士で傷つけ合い、また自分たちとは種類の違うアイアンボーラーなども傷つけ荒らし回ることすらあった。シルバーキャッスルは自分を見失ってしまったリーガーたちと、また傷つきくじけてしまったリーガーたちとも力の限り戦うことにより、その真実を分かち合い、明日への希望を見つける努力を続けていた。闇の貴公子、いつになったら俺にやらせてくれる。いい加減待ちくたびれたぜ。シルバーキャッスルか。そうだ、戦う用意はできている。戦うか。無様な戦いはもう見飽きたよ。奴らが自分でも気づかぬうちにスクラップになるというのはどうだ。大した自信だな。俺は他の奴らとは出来が違う。見せてもらおうか、サーティーン。悪いようにはしねえぜ。お父さんの手がかりがあったのはこの町でしょ。それからここ、この町に、ここと、ここも。まったくな。手がかりはあっても行方がつかめないときている。一体何を考えていることやら。兄貴は、このままのんびり構えてたらワールドツアーが来ちゃうな。その前になんとか再会できるといいんだけどな。オーナー、あれ、シルバーキャッスル、シルバーキャッスル、カモメエクスプレスだ。シルバーキャッスル誰からかしら。シルバーキャッスルの皆さん、お久しぶりです。居どころが分からず世界中のカモメエクスプレスにコピーを送りましたが、お手元に届きましたでしょうか。さて、この度私の新しい映画が完成しました。つきましてはプレミアを兼ねた記念パーティーに皆さんをご招待いたします。ほう。おじさん、何がほうよ。セガルさんってすごいのよ。制作、原作、脚本、監督、主演、音楽、美術、編集、録音を一人でこなしてるのよ。よほど人望がなくて人が集まらんようだな。何言ってんのよ。それだけ才能があるってことじゃない。しかしサッカーは一人ではできんぞ。もういいわよおじさん。とにかくこの招待は受けますから、みんなもそのつもりでね。はい、はい。旅砂漠に設けられましたセーガルの新作超大作映画ハイパーマン愛と青春のエイリアンの完成試写記念パーティー会場であります。この映画は宇宙のスーパー超人ハイパーマンが未知の惑星でエイリアンの美女と恋に落ち、頭から食べられそうになるという甘く切ない恐怖のアクション映画です。映画の舞台となった惑星が砂漠だったので、パーティー会場がここに設けられました。近くには映画で使われたセットもあるんですよ。あ、今エイリアンの美女を演じた相手役のコモエスターロン・モンローが到着しました。失われた戦隊のヘミングロードです。ファッションデザイナーのモレモレの各界の著名人が続々と到着しています。これはこれはシルバーキャッスルの皆さん、
ようこそ。おいでいただいて光栄です。こちらこそ、ご招待いただきありがとうございます。映画楽しみにしています。ありがとう。ゆっくりとくつろいでください。では。あの何か。後でサインいただけます。オーナー喜んで。やった。ターゲットが到着した。映画も間もなく始まる。ターゲットの位置が決まり次第知らせろ。わかった。ターゲット捕捉、座標確定。座標703。13、本当にそんなところから狙うつもりなのか。黙って俺のやることを見てな。第17ブロック火災発生。正体不明の宇宙人に攻撃を受けています。風力に気温 27.5、 湿度 41%。 何事だ？何が起きたのだ？このゴルフボールがマグナムエースを直撃しようとした。俺を？それは本当ですか？ちょっと待ってよ。これリーガー用のゴルフボールじゃないの？当たればマグナムエースのボディは粉砕されていた。冗談事じゃ済まされない。そうよそうよ。申し訳ありません。すぐ人をやって調べさせます。ターゲットは無事だ。座標点変わらず。これが貴様の言う実力か。ふん、ほんの小手調べだ。次を見ておけ。なぜ、なぜ離れなければならない？ハイパーマス様、私とあなたの結ばれない運命なのよ。どうか私のことを忘れてくださいまし。お願いです。マリー。マリリン。ハイパーマン様。また二度も同じことが起これば、これはもう偶然ではない。誰かがマグナムエースか、あるいは我々を狙っていると見て間違いない。ミスター・セイガル、ご覧の通りだ。せっかくだが、我々はこれで引き上げさせてもらうしかないようだ。仕方ありません。私の映画よりもリーガーの生命の方が大切です。皆さんにはこのようなことになり申し訳ない。本当に残念だわ。また失敗だ。これでは闇の貴公子に見捨てられるしかないようだな。待て、もう一度チャンスをくれ。考えがある。今度こそ仕留めてやるぜ。はあ、くたびれた。どんだけ記念パーティーだったわ。映画も最後見損なっちゃったし。あ、セガルさんのサインもらうの忘れた。まあいいかも。とにかくこんな結託さ悪いところさっさと出ちまおうぜ。まあ待て、ウィンディ。ん？間違いなく
相手はハグレリーガーだ。それがし、あの球筋には覚えがある。え、監督？うん。おお、道ほっといてはくれそうにないってことか。ああ、修理にどのくらいかかる？まあ一日だな、早くて。監督。うん。まあいつまでもやりたい放題させるわけにもいかんか。はい。アイアンリーガー。マグナムエース。奴の打つ気を誘うためのおとりだ。注意してくれ。分かっています、監督。来たぞ、マグナムエース。セガル撮影スタジオの中から。マグナムエース！奴は撮影スタジオの中だ。手分けして探すんだ。姿を見せんとは。ゴルフリーガー、奴が犯人か。来たな。それじゃあスナップショー。何？ジゼット、どうした？侮るな。奴のショットは鋭い。俺のスティックを貫く力を持ってやがる。マックス1024だ。ミーは卑怯者を絶対に許さないね。おい、本当にこんなところにいると思うか？ここはブルに任せるね。おい、よく見ろよ。こりゃ映画で使われた模型だぜ。ジャークね、ジャーク。ブルアバトップジョイ、ブルアーマー。ミーたちは大丈夫ね。それよりボールに気をつけてね。やつのボール、ジグザグにものすごい速さで延々飛び続けるよ。暗闇でやられたらアウトね。いた、やつか。そこか。龍拳、敵は取ってやる。来た。マッハンキン。ラウンドノーエア。マッハンキン。奴はボールで渦を作り、真空を生む。素早くてすごい破壊力だ。大丈夫か？心配すんな。奴はこの奥だ。分かった。
こそこそ隠れてばかりいないで出てこい。やはり貴様か。初めに弾を切った時にもしやと思ったが、名を名乗れ。この極み十郎太が相手になる。俺の名はサーティーン。誰も俺を倒すことはできない。試してみようか。サーティーンショット。名の通り一発目は幽霊、ただのおとりと見た。本命は二打目。うわそれがしろ、肉びれだ。俺は一打たりとも無駄打ちはしない。マグナムエース、恐るべき魔球だ。奴の弾は決して沈まない。サーティーン、いつかお前は俺たちと戦う許可を得たと言った。お前の望んでいた戦いとはこんなものだったのか。俺の完璧な技の前にお前たちが一人残らず倒れていく。それが戦いの結果だ。こんな勝負を繰り返していても真のリーガー魂は取り戻せない。相手を倒すだけの技など何の意味もない。貴様には関係ない意味だと。行くぞ。無駄だサーティーン、俺にはお前のショットは通用しない。そんなことを言えるのも今のうちだ。ラウンドシンノウエア。終わった。お前の手の内は全て読んでいる。俺を仕留めることはできない。憎みるな。今に後悔させてやるぜ。お前は己の力しか信じていない。だが俺には仲間がいる。その仲間がお前の球筋を全て教えてくれた。仲間だと？そんなもので俺が倒せると思っているのか。スポーツマンシップを失ったお前のボールなどゴミみたいなものだ。俺に勝てるつもりか。サーティーンフォーエバーショット。まだわからないのかサーティーン。ゴーストサーティーンショット。相手を倒すことのみ考えているお前の技には心がない。うるさい。アイアンリーガーの技は仲間を知るためにある。分かり合うためにあるのだ。勝負だサーティーン。俺の技とお前の技で。望むところ。ゴーストサーティーン。ゴーティーフォーゴーストサーティーンショット。ソリッドオンファイアー。俺の負けだ。どうにでもしろ。俺にはどうする気もない。これからが本当の戦いなのだ。お前自身のための。マグナムエース、いつか必ずまた会おう。そうか、敗れた。奴にはもう用はない。今一つ報告がございます。
リカルドという男の行方をつかみました。何掴んだやっと面白くなってきたか。堂々と試合開始。